さあ、フラットファイブのお時間でございます。工事お父さんです。さあ、孫さんでね、孫さんがいらっしゃっておりません。これも何回目よ、遅刻。8回中8回じゃないですか、多分8回中8回遅刻してらっしゃると。さすが必勝の重役というだけありまして、どうなってんだろうこいつな、本当に。なんかこうガチでその勉強のために見てらっしゃる方にはあまり参考にならないかもしれないですね。ということで、まとさんが予定では遅刻しますのメールの後に来たメールでは、すいません。さあ待ってますよ、もう。これパターンか。さあ、パスロフィショーボンディ X の DVD をご覧の皆様、こんにちは。誠です。フラット5ですね。フラット5ですよ、はい。いやー、びっくりしたな。明日だと思ってた。おい、完全に明日だと思ってました。すいませんでした、はい。さあ、工事お父さんでございます。こんにちは、誠です。ということでですね、はい、パスロフィショーボン DX の DVD をね、今ご覧になってると思うんですけれども、はい、フラット5というですね、これまでは雑誌についてるウェブの付録っていうか、はい、まあ、そんなような形で配信してきた、フラット5という番組なんですけども、タイトル通りフラット5時からホールに打ちに行くっていう、全然意気込まない肩の力を抜いて、ただただパスロ打ちますよというような、番組をね、小路さんと何ヶ月間かやってきたんですけれども、ね、今回から一応 DVD の方に、はい、収録されるというような形になりまして、まあ、皆さんのこうお手元にね届いているというような現状なんですけれども、はい、まあ、打った後にまあ、今までね、ウェブの方で見ていただいた方もいると思うんですけど、今回から、ね、DVD ということで初めて見るよっていうこともいらっしゃると思うんですけどあれですよ、最初にもう言いましたね、フラッと打ちに行くんで立ち回りがとか全然、いや全然ってことはないですね。うまい、まあ、たまにやりますけど、たまにこう、まあ割と好きに打つんで、そういうの好きじゃないなってことはもう最悪飛ばしてもらって最悪ですよ。案外そういうのが好きだって人はもうがっちり見ていただいてね、がっちり。そうですね、はい。でちょっと他の企画とは違ったような形になってまして、実践した後に、その VTR を見ながら僕らがこう、ああでもないこうでもないっていう風なことを言うっていうね。そうですね。どっちかっていうとそっちを楽しんでいただければなと思います。おまあまあそんなような感じです。喋り8割、実践2割ぐらい。そうです、パツローの絵が流れてるトーク番組です。そこまで言っちゃうのね。はい、わかりました。という気持ちで見ていただければ、はい、なんですか、憤りもなく見れるんじゃないかなと思うんで ね、その辺ちょっと理解していただいて、はい、再生するなりチャプターに飛ばしていただくなり、はい、お願いします。はい、じゃあ早速見ていきますか。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。さあ5時でございます。そうです ね、今回は本当に5時、本当に5時はい、リアルに5時です。5時前ですね、5時5分ぐらい前かな。そうですね。いや、まあまあ、まあいい時間なんでね、早速いきますか。いきますか ね、はい、行きましょう。5時ぐらいからやっぱり角上がってきますんで。そうですね。じゃあ例によって例のごとく上から行きますか。そうだね、